はい、どうもこんにちは、めぐです。本日の動画はスリコ購入品、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速スタート。はい、ということで今回はスリーコインズの購入品を紹介したいと思います。新商品とかあとはリピート品を購入しました。ちょっと点数がね少なめなんですけれども、実際に使いながら紹介しますのでぜひご覧ください。まず1点目に紹介するのがリピート品の軽量マルチスリッパです。私がいた時はホワイトとブラックがあったんですけれども、ホワイトを購入しました。こちらは25センチまでのものになります。330円です。商品名の通りに驚くほどとっても軽いです。ポイントとしてはここに穴があるので通気性がとてもいいです。でね、あとふわふわしてるというか結構柔らかい素材なので履き心地もいいです。痛くありません。あとは裏面がこのように滑り止めがついているので、ちょっとね玄関出た時に雨が降っていてもつるんとこける心配もあんまりないですね。今持っているのは履き出し用に使っているのでもう1個追加しました。はい、1個はねここに使っています。ちょっとねベランダもスリッパも汚いのであんまり見ないでください。ちなみにこのねスリッパをかけてるやつはタワーの製品です。吸盤でついてるんですけどすごいしっかりしてる。次に紹介するのがお箸付きランチボックス、こちらも330円商品です。高校生の娘のお弁当箱、今持ってるの形がね丸っぽいのとかいびつな形だったりするのでちょっとおかずが詰めにくいなっていうのとサイズ感が微妙だなと思って、もう今回はね慎重にちょうど良さそうなものを選びました。ちょっとくすんだグリーンと上がくすんだピンクになっています。ベージュっぽいかな。で、お箸がついています。結構小さめな箸ですね。中には仕切りが一つついています。動かせるタイプの仕切りですね。これぐらいのねサイズ感がやっぱり使いやすい。容量が 450ml ですね。ほんとちょうどいいサイズ感。お米とおかずを入れてちょっきりっていう感じですね。本体と仕切りのみだけは電子レンジで使えるそうです。食洗機は上の蓋、中の蓋以外はご使用いただけますということなので、これは食洗機で洗えるようです。次がこちら不織布マスク、大人用小さめサイズ40枚入りです。ベージュ20枚とピンク20枚のものです。ちなみに今つけている洗えるマスクも3COINS のものです。確か3枚か4枚入りだったと思います。小さめなんでこれは娘用かな。私は結構大きめの方が好きだから。ただね大きめのこの色がちょうど売り切れだったんですよ。すごい使いやすいような肌なじみのいいカラーです。ちょっとつけてみます。小さめだからねほんと結構小さいですね。ピンクがこんな感じのカラーです。ベージュはこんな感じのカラーでかなりね私好みのカラーです。どうでしょうか。これ大人サイズあったらまたね買いたいと思います。続いてはこちらの車載ホルダー330円です。説明するまでもないんですけど車でスマートフォンをねセットできるようなものです。対応スマートフォンサイズが幅 58mm から 80mm、 耐荷重が 250g となっています。こんな感じで車のエアコン部分に差し込んで使うものですね。100均にもありそうなんですけれども、ちょっと 3COINS で見つけたので買ってみました。あーなんかちょっと若干、わかるかな？歪んでるかな？はい、今こんな感じでセットしました。ちょっとね、我が家の車、ここがね、狭くてね、無理やり感かなりありますね。しかも夫の携帯ボロボロ。続いてがこちら、金縁ガラス、とくりおちょこセットというものです。こちらは税込み880円です。スリーコインズ行ったらクリスマスシーズンのものもいろいろ売られてたんですけど、若干商品減って新しくこちらのお正月に使えるようなアイテムがいくつか販売されていました。何個か可愛いものあったんですけど、ちょっと買うのはなと思ってこちらだけ購入しました。正月になると日本酒飲むことがあるんですけど、こういうねおチョコ持ってなかったので便利かなと思って買っちゃいました。こちらはまあもちろんなんですけど、レンジ、直火、食器洗浄、オーブンは不可です。じゃじゃーん、開けてみると
可愛らしいガラスのね入れ物です。こんな感じで縁がね金色になっています。でおチョコがね2つついてます。こちらもね縁が金になっています。日本酒をね飲む機会がある方はねぜひチェックしてみてください。正月まで出番がないのでちょっと食器棚にしまっておきます。ちょっと整理しないと置けないかな。グラスが多すぎる。このよく使うグラスを別の場所に移動して、ちなみにねこれも3COINS のグラスです。こちらウッド蓋付きアロマキャンドルです。箱からしてねおしゃれで可愛らしい感じですよね。ちょっとね買うの悩んだんですけれども買ってみました。開けるとこんな感じで蓋がねウッドになっています。一応ねパッキンもついてますが、もうガンガン匂い漏れてますね。でもいい香りなので問題ないです。ちょっとね何の香りか書いてないんですけど、もうソープ系のね嫌いな人がいなさそうな、良い香りです。約15時間ね使用できるようなものです。まあ15時間つけっぱなしってことはまずないんですけれども、一応15時間のものです。最近思ったのが香りって本当に大事だなと思って、子供たちを寝かしつけて家事が終わった時、一人でのゆっくりタイムって時にこういったねいい香りがあると本当に落ち着くんですよね。あとは昼間お仕事前とかリラックスしたい時とかにこういうのつけると特別な感じがして作業がはかどる気がします。こちらのねキャビネットの上にキャンドル置いておこうと思います。ここのコーナーほとんど3COINS、このカレンダーも3COINS、これすっごい気に入ってる。まだね3COINS 行ったら売ってましたよ。このウッドとねくすみカラーが最高に可愛いですね。あとはこの下に敷いてるマット、このレースっぽいマットも3COINS だし、これも3COINS、ちっちゃいサイズで、この入れ物も3COINS。こういった入れ物他にもね可愛いものたくさんありましたけど、個人的にこれすごい使いやすくて気に入ってます。ここに仲間入りさせます。あんまり置くとねごちゃごちゃしちゃうので、ちょっとこっちしまっとこうかな。ちょっともうちょっと垂れてこないと香りはしないかな。ぜひ3COINS に行く機会があったらチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。